石川県能美市は金沢市と空の玄関口小松空港がある小松市の中間地点のエリアにあり、生活の利便性の高さが大きな魅力です。交通アクセスも良く、三大都市圏から鉄道で3時間以内で行くことができます。市内には楽しめるスポットがたくさんあります。伝統工芸九谷焼の魅力を存分に体感できる九谷陶芸村、多くの希少な動物が見られ遊んで学べる石川動物園、県内唯一で北陸最大規模の遊園地手取りフィッシュランド、のみの自然歴史民族について学べる博物館のみふるさとミュージアム、森林を使った空中アスレチックで大自然を満喫できるアドベンチャーガーデンのみなど、子どもから大人まで家族みんなで楽しめる施設が充実しています。この番組では能美市への移住定住の魅力について紹介します。アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身のケイシーさんは能美市松ヶ丘に家を建て移住しました。奥さんと2人の息子と暮らし、趣味はガーデニングで鶏の飼育もしています。ケイシーさんに能美市に移住した理由を聞きました。家を建てようと決めた時、土地を探して松ヶ丘がいい場所と思ったから、ここに引っ越ししました。他の場所より土地が広くて結構安いから、私ガーデニングが大好きから、ここでいいガーデンできて、海も近いし山も近い、金沢も近いし職場も30分ぐらい離れているから、とてもいいバランス。この家は私のアメリカのふるさとのスタイルの家を、定住促進補助金を使いました。私の一番大好きな特徴はポーチです。そこで夏に、夜にお酒を飲んだりギター弾いたりリラックスできる。定住促進補助金は市内に住宅を新しく建てたり購入したりする際、45歳未満の方を対象に補助金を交付する制度です。基礎額に加え、県外・市外からの移住や能美市内の業者を利用するなど、さまざまな加算額を合計した金額が補助されます。詳しい内容や条件については企画地域振興課までお問い合わせください。こだわりの自宅を建てたケイシーさんに能美市の子育て環境についても伺いました。私の息子は10歳と13歳、友達と自然の中に遊んだり、どこでも自転車で歩いて遊べる。いや、とてもいいと思います。若い家族が多いから、息子が友達になりやすいし、毎日学校に安全に行って帰ってできますので、とても安心です。働く女性の立場から能美市の生活はどう感じるのでしょうか。結婚をきっかけに大阪府から能美市に移住し、2人のお子さんを育てながらヨガ教室を主催している林さんにお話を伺いました。初めは自然が豊かなので、反面すごい夜は真っ暗でびっくりしましたし、近くにねコンビニとかもなかったので、今は少しできてるんですけど、なのでそういう面で大阪との違いはたくさん感じています。子供が生まれてから特に周りと関わることが増えて、子供を通して地域とつながっていくことができたんですけれども、初めはそれこそ子供を連れて行けるところってなかなか限られている中で、体を動かせるところで、子育て支援センターで親子ヨガっていう
教室があったので、それにたまたま参加したらすごくよくって、そこからちょっとヨガを深めていこうとして今に至ります。能美市は車でもう本当10分もあれば山にも行けるし、川もあるし海もあるし、で海の方で、サンセットビーチヨガを夏場限定でやってます。大自然の音とそのもう波の本当にしぶきをちょっと浴びるぐらいの近いところで夕日眺めながらヨガをしてます。やっぱどうしても子供と一日中一緒にいると話し相手がいないんですよね。でそういったちょっとこうやっぱ孤独感とかがその広場に行くとお母さん同士であったり、あとそこにいる先生とかスタッフの方と何か話ができるので、それがすごく救われました。ちょうどその次男が少し1歳2歳ぐらいになった時に本格的にヨガを学んで、それを仕事にしていきたいって思った時に保育園にタイミングよく入れたい保育園に入ることができたし、待機児童もないのでまず自分がこう働きたいって思った時にその一番近くの保育園にそのタイミングで入園するさせることができて、それで私も仕事に集中することができたのですごく助かりました。能美市では子育て支援も充実しています。0歳から18歳まで保険診療分の医療が無料になる乳幼児・児童医療費助成や、妊娠・出産の際母親の医療費を助成する妊産婦医療費助成などの助成金制度、紙おむつや粉ミルクが購入できる飲みっこすくすく助成券の支給や、子育てアプリを活用した出産子育て応援事業、豊富な児童施設など安心して子育てができます。最後に飲み市でお子さんがどんな風に育ってほしいか聞きました。やっぱりのびのびと体ももちろん動かして、あと内面心ものびのびとその制約なく今自分がやりたいと思ったことをチャレンジしたり、そのタイミングでちゃんと後押しがあるっていうのはいい環境だと思います。はい、のみ市への移住を検討している方なら最大7日間無料で居住体験ができる施設があります。ブナの森移住コーディネーターの狭間さんに飲み暮らしの家について聞きました。飲み暮らしの家はですね、飲み市に移住を検討されている方に向けての、移住体験施設になってます。最大7日間まで無料で利用することができますので、まずは飲み市にちょっと興味があるとか現地に来てみたいという方の移住体験としてご利用いただくってことを、最初のステップとしては考えています。もしこの移住を実際にしていくっていう検討段階に入った時には、就職活動の時の仕事探しとか、物件探しの家探しする時の拠点としてこう何度も使っていただけるようなそんな施設となっております。飲み暮らしの家はですね、全部2つご用意してますが、どちらも布団とかあとは食器とか調理器具は用意しておりますので、本当に手軽に来ていただけるそんな感じでこう用意しております。大成の家はですね、飲み値上がり駅から徒歩5分以内で来れるところに立地してまして、実際移住体験される方、免許持ってないとか車のない方も結構いらっしゃいますので、いわゆる車がなくても移住体験できるようになってます。実際に歩いて徒歩圏内のところで、スーパーだったりコンビニだったりドラッグストアもございますので、安心して移住体験ができるところだと思ってます。もう一個の分けの家につきまして、こちらは能美市の里山エリアに立地してます。ちょっとですね、車がないと移住体験するには不便をすることもあるかと思うんですけど、逆にこう車があるとですね、スーパーとかコンビニまで5分ぐらいで行けますし、街中の方には温泉とかもありますので、いわゆる移住体験にお越しいただきながら温泉にも通えると、そんな施設になってます。飲み暮らしの家利用に関するお申し込みお問い合わせは能美市移住定住促進協議会までお願いします。井手俊明能美市長に能美の魅力などについて伺いました。
子育て世代が一日いても飽きないというのが能美市の魅力の一つだろうなと思います。石川動物園もありますし、丘陵公園もある、手取りフィッシュランド、九谷陶芸村、松井ベースボールミュージアムや、アドベンチャーガーデンというフィールドアスレチックを楽しめる場所もあります。温泉もありますし、美味しい店もたくさんあるということで、まさに子育て世代が一日でも飽きない場所、これが能美市だと思います。子育て世代が保育園に行く、それから児童館に行く、学校に行くということの中で、近くにそういった施設があるということや、新しい施設も多いということもあります。またそういったハード面だけではなくて、ソフト面でもいろいろと相談をできる場所や窓口もしっかりと整えてあるということが、能美市が住みやすい場所ということで、多くの皆様方から支持されている要因の一つだろうなと思います。能美市は交通アクセスが大変充実をしているというのはあろうと思います。それは鉄道、空路、それから金沢港にも近いという点があろうかと思います。南北にいくつもの幹線道路が走っていて、何か大きな災害があった場合でもリスクの回避にもなりますし、東西にも泥物の整備を進めていっているということが、いろんな面でプラスになっているんじゃないかなと思います。そして能美市の魅力の一つには、働く場所が豊富にあるということだろうなと思います。これまでも戦略的企業誘致というのを進めてきていまして、それは女性が働ける場所を確保していくということなんであります。いろいろな職種に女性が働ける場所を増やしていっているということも能美市の特徴の一つだろうなと考えています。能美市は伝統工芸九谷焼の町でもありますし、国指定の古墳が5つある、そんな町でもあります。そして能美市にあります公民館などはいつも文化や技術芸能に携わる方がたくさんいらっしゃる。文化的にもですね、能美市というのは大変レベルが高い町だろうなと思います。能美市は住みやすい、働きやすい、そして楽しみやすい、そんな場所です。能美市に移住をすると、県内最大級のいろんな支援をする制度があります。そして一日いても飽きない、そんな遊べる場所もあります。皆さん、能美市にお越しください。お待ち申し上げております。平成17年に旧能美郡、根上町、寺井町、辰野口町が合併し誕生した能美市。旧山頂の文化と歴史を引き継ぎながら発展してきました。山から海までの豊かな自然に育まれた誇りを持てるふるさと能美市に住んでみませんか。